歴史を語る上で日本三大悪女と呼ばれる女性の方々がおられます。北条政子様、淀殿様、そして日野富子様を指すわけでございますが、とりわけ富子様は政治に介入してやりたい放題、さらに苦しむ民衆をよそに金をため込む主戦場として悪女の名を欲しいままにされております。まさに乱世を呼び込み戦国時代のきっかけを作った女性とも言えるでしょうな。しかし富子様は本当に悪女だったのじゃろうか。こたびはその実像を掘り下げたいと思います。室町幕府は三魔の巣窟？厳しい現実を前に富子が下した決断とは。時は室町時代中期、日野家の娘として生まれた富子は16歳にして8代将軍足利義政に嫁ぎました。ところが時代は混乱の様相を見せ始めています。14年前に6代将軍足利義教が殺されたことで幕府の威信は失墜しており、さらに天候不順による干渉の大飢餓が都を襲いました。民衆が飢えで苦しむ一方で、義政は花の御所の再建に夢中となり、困窮する人々を顧みようともしません。さすがに御花園天皇からたしなめられて中止に踏み切りますが、義政は人の痛みがわからない人物だったのでしょう。この頃の幕政は、義政側近の有馬元家、烏丸助党、そして義政の乳母、お今こと今参りの局に牛耳られていて、ことにお今に至っては政治に口出しするだけでなく幕府の人事にすら関与したといいます。人々は彼らを三魔と呼び、祭りごとをねじ曲げる乾物として毛嫌いしていました。富子もまた正しく行われない政治に大きな不満を持っていたことでしょう。長禄3年1459年のこと、富子は初めての男子を出産します。ところがすぐに亡くなってしまい、富子は悲観に暮れました。すると味方になっていた幕臣がそっと耳打ちしてきたのです。これはきっとお今様の呪詛に違いありません。この残言を富子が信じたかどうかは分かりませんが、少なくとも乾物を排除するきっかけにはなるはずです。お今は捕らえられて琵琶湖に浮かぶ竹生島へ流されてしまいました。これは富子による策謀でしたが、幕政を正すにはこれしか道はありません。富子は厳しい現実から目を背けず、あえて口実を設けてまでお今を追い落としてみせたのです。今日から遠く離れた竹生島へ流されたお今様でございますが、その途中で命を落としたとも伝わります。お今様も名家の出身でございますから、意地と自尊心がござったのでしょうな。実は流される途中で潜伏を遂げ、そのまま波の中へ消えていったというのじゃ。これは女性が潜伏した唯一の事例になりまするが、そこには深い意味が込められておりました。潜伏とは本来自分の本心や真心を見せるという意味がございます。お今様はあえて潜伏してみせたことで、呪詛など決してしていない、これは冤罪だということを訴えたかったのでしょうな。その後富子様はお今様の怨霊に悩まされて眠れぬ日々が続いたといいます。そこでお今様の追善供養をして、その霊を慰める社を建てられたのじゃとか。女性の恨みはさても怖いものですな。義政の弟を次の将軍職に。ところがお今の呪いによるためか、義政と富子の間に男子は生まれませんでした。そこで義政は弟義美を還俗させて次期将軍に指名するのですが、ほどなくして実子義久が生まれました。通説では富子が我が子可愛さのあまり義美の排除を画策したことになっていますが、真相は違うようです。予定通り義美には将軍になってもらい、義久が成長した時に将軍職を譲ってもらうプランになっていました。ところがこれを覆そうとしたのが伊勢貞親ら義政の側近グループです。
もし吉見が将軍になれば困るのは彼らでしょう。おそらく幕府の中枢から外され冷や飯を食わされるに決まっています。そこで吉見が謀反を企んでいると訴えることで吉見の追い落としを図ったのです。命の危険を悟った吉見は山名宗全の屋敷へ逃げ込んで難を逃れています。こうして山名宗全や細川勝元をはじめとする大名たちが一致団結して定近の罪を鳴らし、義政の側近たちを追放するよう要求。ついに手足をもがれた義政は影響力を失ってしまいます。そして次第に政治への関心をなくしていきました。こうして幕府の政治は山名や細川の主導で進められますが、そんなものがうまくいくはずもありません。家督争いや主導権争いに明け暮れ、とうとう応仁の乱という大乱が勃発してしまうのです。富子様としてはあくまで平和的に将軍職を継承したかったわけでございますが、思わぬ大乱のきっかけとなってしまいます。当の義政様はますます政治を放り出すようになり、趣味や遊興にうつつを抜かすようになられました。天下を避けて花の御所へと移られまするが、戦乱や飢餓にあえぐ民衆の苦しみをよそに、毎晩のように宴会を楽しんだといいます。やがて夫婦仲はどんどん悪くなり、ついに義政様とは別居状態となりました。やる気のない夫と幼い息子吉見様も難を避けて美濃や伊勢へ逃れておられまするから、今や幕府を動かせる人間は富子様しかおりません。しかし女性の身ではできることは限られておりました。いくら戦いをやめろ、それを変化せよと言っても、やはり将軍とは言葉の重みが違います。そこで富子様は富子様にしかできない戦いを繰り広げられていくのじゃ。財政に物を言わせて幕政を主導する富子。未曾有の大乱の中、上は大名から下は庶民まで皆お金に困っていました。そんな中、富子にお金が集中し始めるのです。もともと実家の日野家は有数のお金持ちですから、富子も少なからず資産を持っていました。そこで東西両軍を問わず陣を構える大名たちに小売で金を貸し付けたのです。また代理修理を名目とし、京の七口に関所を設けて通行税を取り立てました。人々はこうした悪政に憤り、大変迷惑したと伝わっています。なぜ富子が主戦土のように金集めに躍起になったのか。それは幕府の厳しい財政事情にありました。打ち続く騒乱で幕府には運営するだけの金がなく、すでに破綻の危機に陥っていました。また夫義政が湯水のように金遣いが荒かったことから、そうした費用も工面しなければなりません。そこで富子が運営資金を投じ、なんとか幕府政治を支えていたのです。もし富子が持つ資産がなければ幕府はとっくに瓦解していたかもしれません。また富子は同じく窮乏にあえいでいた朝廷を救ったり、戦災を受けた寺社のために寄進をしています。この大乱を終わらせるには、まず幕府や朝廷の権威復活が第一だと考えたのかもしれません。それにしても富子が築いた莫大な資産は現在の価値にして70億とされています。もし富子が商売人だったなら、きっと大成功したに違いありません。11年に及んだ応仁の乱でございますが、なぜこんなに長く戦乱が続いたのじゃろうか。それは地方大名が続々と入京し陣を敷いたまま居座ったからなんじゃ。何か手柄を挙げると国元へ帰れませぬからな。しかし戦乱は膠着したまま小競り合いに終始し、とうとう何が目的で戦っているのかわからない間様。そこで富子様は自らのお金を使って諸将の帰国を促したといいまする。戦乱の首謀者の一人畠山義弘様に1000貫を与えて退去させるなど、富子様の財力で次第に戦いは神聖化していきました。泥沼になっていく戦いの中、平和を実現するために動かれたのは
おめこ様ただ一人だったのじゃ。愛する息子の死、そして富子の存在が戦国の幕開けとなる。富子は仲違いしていた義政と義見の関係を修復させ、西軍の主力を担っていた大内政広と交渉した上で京都から撤収させました。こうして応仁の乱は終わりを告げるのですが、富子の波乱な生涯はまだまだ続きます。息子義久は次第に富子を遠ざけるようになり、25歳の若さで陣中にて没してしまいました。この時富子は腰の中ではばかることなく号泣したといいます。翌年には義政が亡くなったことで剃髪し、尼御台となりました。しかし財力のある富子はまだまだ政治への影響力を残していて、義見と富子の妹との間に生まれた足利義稀を次の将軍として望みます。ところが義見との関係は険悪でした。将軍の父であることを傘に着た義見は富子の所領を没収したり、屋敷を破壊するといった暴挙を繰り返します。義稀も自分を推してくれた富子を憎むようになり、義見が亡くなってからも敵視を続けたとも。自分の老いから憎まれた富子はさすがに良い気分ではなかったでしょう。一方実力者細川政元も義稀には手を焼いていました。ろくな能力もないくせに政元の諫言には反発ばかり。そこで富子と結んで義稀の排除を画策するのです。やがてクーデターによって義稀は京を追われ、新たに富子の勇士となった義澄が将軍に就任しました。富子は良かれと考えて踏み切ったのですが、結果的に室町幕府の権威は地に落ちました。これ以降の足利将軍は権力を失い、いずれも追放されたり流浪したり暗殺されるといった悲惨な運命を味わいます。将軍の権威失墜、幕府機構の崩壊、そして社会の混乱はいずれも富子が招いたも同然でしょう。戦国時代のきっかけを作ったのは富子に他ならないのです。明王5年1496年富子様57歳で没しました。ところがその遺骸は一向に断尾に付されず、20日間も放置されたといいます。また将軍足利義澄様は葬儀に参列すらしなかったとか、これはどういう意味なのでしょうかの。おそらく義澄様は富子様に対して何の感情を持っておらんかったのでしょうな。関東で生まれた義澄様は富子様など遠い存在でございますし、富子様もまた義稀様への憎しみと自らの保身のために義澄様を利用したに過ぎないのじゃ。そんな義理の親子に特別な愛情などございませぬ。もしかすると富子様は日本一の大金持ちでありながら誰よりも心が貧しかった女性だったのやもしれませぬな。日本三大悪女として現代では悪名を残してしまっている日野富子様を紹介いたしました。他にも日本の悪女を紹介した動画も上げておるから見てくださいませ。概要欄に載せておきます。皆様は名古屋城来たことございますか？名古屋城は城郭としては国宝第一号として選ばれたどれにゃーすごい城だもんで、ぜひ来てみてくださいませ。わしも名古屋城におるから YouTube 見とるよって声をかけてちょうだい。最後にこの動画が面白かったら良いね、高評価